ばんは。こんばんは。なんか可愛いギフトが今来た。いちごかぶっとるギフト。レモン。何これ、可愛いの。何、レモン、いちごレモン、いちごとレモン、可愛いごや、いちごくま、何、レモンくまも来た、新しいギフト。くまレモンといちごくま、どうもこんにちは。クマ？クマ？これはクマ？トロエスティユさん、いちごクマありがとう。クマ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 。トロエスティユさん、レモンクマちゃんありがとう。クマ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 。シュージさん、クマレモンちゃんありがとう。クマクマクマ。ゆるんじゃりくしさん、いちごクマちゃんありがとう。クマ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 。ありがとう。クマなんや、かわいい。激かわいいな、そのクマ。かわいんごかわいんご。お、じんさん、クマいちごありがとう。クマ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 。かわいい。どっちもかわいい。クマが青色なのはなんでなんやろ。今日はレッスンでした。4月行く。お、待ってます。お、リュートルブさん、くまちゃんありがとう。くまくまくま、やっほー。今日はね、メイクを変えました、ちょっとだけ。今日はいつもとメイクが違うんだ。まあ、でもわからんと思う。うっかりあんこさん、くまいちごありがとう。くま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 。ハンバーガー一人で食べた。なんかさ、広島駅の前の蔦屋書店の1階のダグスバーガーっていうところ、そう、目が違う。目というか全部ね、リップの色も違う。なんかマスカラを茶色にした今日っていうだけ。ドリップもがやった。いや、なんか髪の毛の色が黒いからなんかまあできないですけど、なんかいがりメイクってあるじゃないですか。なんかちょっとおフェロメイクみたいな、なんかちょっと大人っぽいツヤっぽいメイクみたいなやつ、あれをしたくて。だからいつもより肌質とかも変えたんですよね。で、今したんですけど、ただちょっと試しにやってみたくて。とかちょっとだけ違うから、多分そんな分かんないと思うんですけど、気持ちね。いや、なんかいつも公演の時とか
なんか公演とかテレビに映る時ってやっぱちょっとメイクが濃いんですよ。ってなるとなんかそれに慣れちゃってさ、あのお仕事以外の時基本メイクしないんですよ私。外出ないからさ、仕事じゃなかったら。レッスンの時とかも、まあレッスンの時メイクしないし、そうだからなんかそのちょっと濃いめのメイクに慣れちゃって普段するメイクができなくなってたんですよね。そうだから普段するメイクをちょっと大人っぽいのにしてみようかなと思ってしてみた。ナチュラルなやつ。ゆりりんインドア派なの？まあ、インドアではないんですけど、どっちかっていうとアウトドア派なんですけど、なんかね遊びに行く人もいないしな、なんかみんなスケジュールがバラバラだからなんか休みが合わないんですよね、メンバーと遊びに行くって言っても。お金もないし、そう出かけるとこがない、だいたい一人で出かけるから。何使ってる？そう、リップも新しい、なんかフーミーっていうとこのやつ、これフーミーマットリップクレヨン。そうマットのリップを初めて買ったんですよ。ミチュミに東京で行きたいんですよ。ミチュの舞台めっちゃ見に行きたいけど、理解してくれるかな、聞いてみよう。マットなリップはなんか普通のリップは結構ツヤってする潤いがつくんですけど、マットなリップは本当色がつくだけって感じで、あんま潤いはあんまりない、プルプルな感じはない。って感じ。あーそう、グロス塗りたくない。それで私もだから結局グロス塗ってる。これから出かけないです。ちょっと大人っぽくしたくて。巻いてみる髪を。そう結局なっちゃった。でもなんかマットにしたかったっていうよりはこの色のリップが欲しかったんですよ。さっき病院で巻いてもらったの。いいね。うん。前髪綺麗だこれ。前髪でも最近全然綺麗じゃないんですよ。眉毛の角刈りありがとうございます。眉毛は怒ってる？全く怒ってないです。
吉田源一さん、こまちありがとう。くまくまくま、ありがとう。くにゅうさん、くまくま、あ、レモンくまちゃんありがとう。くまくまくま、うっかりあんこさん、いちごくまちゃんありがとう。くま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 、ありがとう。明日のラジオ行く、お、待ってます。そう、明日の公開ラジオみたいなのがあるんですよね。もう撮るに会いたい。明日あるよ、公開収録待ってるね。そう、明日倉敷、倉敷のアリオでしょ。高校生の時死ぬほどアリオに行っとったよなし。倉敷のアリオ、倉敷のアリオにいた、なんならずっと。明日の公開収録の場所がね、そう、おきちゃんのラジオ、アリオ、いや本当もアリオで遊んでた。アリオか倉敷イオンか、倉敷のアリオにおった。アリオって何がある？フードコートとか雑貨屋さんとかいろいろ。ゲーセンもあるし。ユリオムハマちゃんさん、レモンクマちゃんありがとう。クマ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 、ありがとう。福山のイトーヨーカドーなんかなくなったって言ってたけど、イオンに似てるが、イオンのちょっとちっちゃい版みたい。倉敷のどの辺？倉敷駅の目の前にある。アウトレットにつながってるとか、ああ、そうそうそう、アウトレットの隣みたいな。元千堀公園、そう、千堀公園があったところやな。埼玉行ったことない。おすすめの食べ物屋さん、倉敷で。いやー、倉敷に遊びに行ってた時って、いやマジでもう中高、中学高校生の時ずっと倉敷に遊びに行ったんですけど、基本アリオにいるかイオンにいるか、あの駅前のビッグエコーにいたんですけど、何してたかな。おすすめのご飯屋さん、何食べてたんだろう高校生の時。何食べてたかな。マック、マック食べてた。倉敷マックか。何してたんだろう、フードコートでなんか食べてたかも。美観地区も近いですよ。そうね、基本的に倉敷行ったらカラオケにいたから、カラオケでご飯食べてたんだろうね多分。おすすめのタピオカ、倉敷駅に、倉敷のアリオに、それこそなんかタピオカ屋さんあると思うよ。
あ、私ナナズグリーンティーに行ってた、よくアリオの。カラオケしに倉敷行ってました。そう、友達、なんか私学校が岡山なんですよね。そう、広島出身ではあるんですけど、学校が岡山だから、だから友達も岡山にいるから。ショートにしたいのよ。ショートしたい。ストレス発散方法。あんまストレス発散方法ないですね、私。ストレス発散させることがない。何してるかな。ストレス発散するというよりは、何かをしてストレスを忘れる派ですね。発散はちょっとさせる方法が分かんない。あ、食べるのはある。ドカ食いするね、私。なんかストレスを感じたら、なんかアニメ見て、アニメっていうか「クレヨンしんちゃん」とか「コナン」とか「ドラゴンボール」なんですけど、基本なんかアニメ見てる時って無じゃないですか。基本無の感情で見れるじゃん、アニメって。だからストレス溜まったり嫌なことがあったり考えたくない時はアニメを見て何も考えない。ストレスがあることすら忘れたい。そうそう、無の境地になる方がいいかな。発散させるというより、それか食べるか。考えながら見る？私全然もう無の感情、こんな感じ。 で楽しくなるって。食べたら太った時後悔する。後悔しない。 食べても全然後悔してない最近。テレビ独り言言わんタイプ。めっちゃ言う。テレビ見ながら独り言めっちゃ言う。やばとかめっちゃ言ってる。 メイク変えたか。なんで分かったん？すごくない？メイク変えた。
やメイク変えたのは自分で言ったけど、じゃあじゃあ今だって途中で来た人だったから。福さん、くまちゃん、いちごくまちゃん、ありがとう。くま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 、ありがとう。おりこくさん、いちごくまちゃん、ありがとう。くまくまくま。ゆりちゃん、がんばさん、くまちゃん、ありがとう。くま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 。クロワッサン食べた。サムネ新しくなった。そうそう、なんか変わったよね、写真が。そう、今喉が鳴ったこう最近映画見た、50回目のファーストキス見た昨日。猫が、確かに確かに喉鳴らんでもたまに。50回目のファーストキスって映画知ってますか？いや、50回目のファーストキスってファーストキスじゃないやんって思うでしょ。それがちょっと、その映画はそれがいいんですよ。めっちゃいい映画よ。いやマジで見た方がいい。本当にとてもいい映画です。すごくいい映画。まあいろいろあるのよ。めっちゃ本当にね、いい映画なんですよ。私はすごく好きな映画で、でなんか外国のやつもある。なんかその外国のやつをリメイクかなんかで、あの山田孝之さんと長澤まさみさんが日本語でやってるんですよ。私もう3回見た3回目昨日。あ、でもなんか1回初めて見たやつが日本版で、その後外国の海外バージョン見て、で昨日また日本版を見た。恋愛映画です。でも あとなんか結構前にホラー映画の話をショールームでして、でなんかそのおすすめのホラー映画の話をしてた時に忘れたって言ってたやつがあるんですけど、昨日レンタルビデオショップに行ってもう一回確かめてきた。ゲヘナっていうホラー映画です。ホラーなのかな、まあホラーみたいな。ゲヘナ見つけた。そう、名探偵ピカチュウもちょっと気になる。あ、そう、なんかここのここにリップ塗ってたからさ、あの色試したくてお店で今落としてた下平な。そう、福さん、くまれもありがとう。くまくまくま。映画でポップコーンは食べない私。映画ポップコーンってなんかあのさ、種の皮みたいなのが歯に挟まるから嫌なよね私
そう、ゾンビ映画ではないよ。でもゾンビ映画、でも面白い、面白いっていうか、最後にもう一回見ようってなる映画ですね。ちょっともう一回見たくなる映画。いや、めっちゃ怖いんですけど、あ、そういうことかってなる映画です。気になると思う。最後もう一回見ようかなってなると思うよ。なるほどみたいな、そういうことだったんだねっていう映画そう、気になると思う。あ、でもね、怖い、そこそこ怖いから夜見ない方がいいかも。そう、納得する。そうそう、あって、え、そういうことだったんってなった、私は最後。そう、一人で見たけど、私は、まあ、昼間に見たからあれなんだけど、結構怖かったんですけど、ゲヘナ、そうそう、最近ホラー映画ハマってる。お、じゃあ見てほしい。怖いけど、怖いけどもう一回見たいってなった。本当におすすめ。リング見た、私も。リングでも高校生ぐらいの時見た。他におすすめの映画、何見たかな最近。空海ってやつを見た。空海っていう、あの、中国と日本のなんか、あの、合作映画みたいなやつで、中国なんですけど、なんか阿部寛さんとか、あと染谷翔太さんか、ちょっとどっちなんだろう、染谷翔太さんかな、染谷どっちの方が出てて、染谷翔太さんと阿部寛さんが出てるんですけど、中国の映画の、面白かった。でもすごい、でもそれもちょっと難しくて、私的に話が。そう、空海空海じゃない空海。でもなんか日本語の、なんか開いたら DVD 開いたら、なんか日本語版とインターナショナル版みたいなのがあって、インターナショナル版で見たら中国語で、インターナショ日本語版にしたら、え、めっちゃ豪華なんですよ、あの吹き替えが。楊貴妃がね、あの吉田羊さんで、あと吉田羊さんとか、あと誰とか出たかな、高橋一生さんとかで、なんか中国の映画だから、阿部寛さんと染谷翔太さんは中国語で演技をしてるんですけど、吹き替え版の声優さんも、その染谷翔太さんの吹き替えを染谷翔太さんがしてるし、あの阿部寛さんの吹き替えも阿部寛さんがしてるんですよ。中国のなんか王朝の話みたいな、なんか楊貴妃の話、楊貴妃のなんか謎みたいな、楊貴妃の謎を明かしていく感じ、楊貴妃の死んだ理由みたいなのを明かしていく感じ。そう、めっちゃ豪華なんですよ。難しかった。でもなんか猫が出てくるの、話の中で猫が出てくるんですけど、なんかその日本語のバージョンでは空海なんですけど、あの映画のタイトルがね。でもあの中国の方の映画のタイトルは空海じゃなくて、なんか羊猫伝みたいな、なんて読むか分かんないんですけど、
妖怪のように猫に伝える、夜猫伝、なんて読むのか分かんないですけど、だからそう違うんですよ、タイトルが同じ映画なのに。そうそう、でもすごい面白かった、難しかったけど、そうだから猫が主役なのかもしれない、もしかしたら。なんか私的にはその日本語バージョンではさ、空海だからさ、染谷翔太さんが空海の役なんですけど、染谷翔太さんが主人公なのかなって思って見てたんですけど、でもそんな主人公ってほど出てこないんですよ。まあ出てくるんですけど、結構出てはくるけど、猫と同じぐらい。あとあれも、あの東出昌大さんも声で出てきてましたよ。だからやっぱ豪華なんですよ。あ、そうそう、空海美しき王妃の謎、そう、それめっちゃよ、あの面白いっていうか、もう綺麗、映像が綺麗、なんか世界観がめっちゃ綺麗で、お金かかってるんだろうなって思ったこの映画。合作は豪華、へえ、そうなんや。猫好きだからちょっと気になって、あ、でもめっちゃ良かった。髪妖病伝って、へえ、妖病伝、ミュウツーの逆襲、ポケモンね、ポケモンも面白いね。でも明日クラシック行く、お、待ってます。すごい素敵な映画でした。あと何見たかな最近、うーん、最近見たのはそれかな。あと最近ジブリちょこちょこなんか見返してる、ジブリを改めてこうすごくなんかあったかい気持ちになるから、ジブリ見てると。最近猫の恩返しとハウルの動く城と魔女の宅急便を見た。キングダムめっちゃ見たい。吹き替えと字幕見るならどっち？え、でも吹き替え派かも私。なんか字幕派の人が多いよね。でも私はあのなんか私が漫画よりアニメを見るのは読むのがめんどくさいからなんですよだからアニメの方が好きなの。だから映画も読むのめんどくさいから吹き替えで見る方がいいかな あとかん、あれも見た、耳を澄ませばも見た、ね、何本いや字は読めるけどめんどくさい読むのが。でも吹き替えがない映画とかあるじゃないですか。吹き替えがないやつは字幕で見るけど、3D とか 4DX で映画見たことあるけど、私は 2D 派です。目が痛いそうなんだよ。私なんか目いいんですけど弱いんですよ。すぐ疲れちゃう目が。だから映画館とかも一番後ろの席じゃないと無理なんですよね。もう少しでも画面から離れてみないと目がすぐやられちゃうから、そうチカチカして。目はいいんですけどね。だから 3D とかも目が痛くてあの涙止まんないから見れない。最前で映画なんか見たら私も多分目死ぬ眩しいのめっちゃ苦手。
そのおかげで視力落ちないのかも。あ、そうなんかも。そうなのかもしれない。でも一回ママと何の映画か忘れたんですけど、なんかの映画見に行った時に、なんかプレミアムシートみたいなのあったんですよ。なんか真ん中のど真ん中で、ちょっと席なんか列も真ん中だし、画面の真ん中だしで、でしかもちょっと席が広いみたいな、椅子もふわふわみたいな、一回プレミアムシートみたいなのに座ったことがあるんですよ。あるじゃないですか。もうあれもそこ座ったのに、せっかく座ったんですけど、もう目が痛すぎて、画面が近いから、真ん中だからもうね、うわー無理だーと思って、もうずっと涙止まらんから、ずっと目拭いてた。そうだから撮影の時とかも、眩しいとこの撮影、本当にもう涙流しながら撮影してる。だからあのアーシャ、あのプロフィール写真あるじゃないですか、 STU の。あれ外で撮ってるんですよ、海バックじゃないですか。もう涙止まらんくて、片手にティッシュ握りながらあの写真撮ってます。私もう一枚撮るだけでももうずっとダメなんですよね。なんかないんかな、眩しさを軽減するコンタクトとかないかな。ドライアイなのかなって思ってたの、私ずっと。でもどうなん、結局わかんない。でも涙、本当に寒いのと、あ、そうだからあのアーシャン多分涙目だと思う。去年のやつも、修学式も涙目。そうだから、そう想像だから、もう眩しいのとか本当に苦手。ライブは全然大丈夫。眼科行って、眼科行った方がいいんかな。そうなんかもしれん。そっか、眼科行ってこよ。涙出やすいかもしれん。初めまして、よろしく、ヤッホー、よろしく。眼科行った方がいいのか。行けばよかったな。さっき皮膚科行ったんですよね。眼科行けばよかった、皮膚科じゃなくて。何の解決にもならんかった、さっき皮膚科行ったけど。皮膚科行って、なんか最近肌荒れするんですって言ったら、もうなんか薬塗らないと治ん、もうそれは薬を塗るしかない、なんか薬塗っても治んなかったんですよ、肌荒れが。だからもう、まあ、ファンデーションしたらあんま分かんないですよね。でもそう、ファンデーション しなかったら本当に、今最近肌荒れが すごかったですよ、半年前ぐらいから。半年前、うん、半年前ぐらいから肌荒れがすごくて、私そう皮膚科行ったら、もう治すのはもう本当にもう薬を塗り続けるしかないよって言われて、そうですかってなって、何の解決もせんかったなって。もうどうにかなりませんかって言ったの、私は。この肌荒れどうにかなりませんかって、もう早く、一刻も早く治したいんですって言ったら、もう時間がかかるからって、1年もしたら綺麗になるって、ピッと待ってそう、だから薬を塗り続けるしかなかった。そう、急がば回れって。そうや、全然荒れてるように見えない。そう、ファンデーション塗ってたら分かんないんですよ、あんまり。今はね、肌絶好調なの、一応。なんか本当にひどい時はもうここら辺すごい肌荒れするんですけど。また映画館高くなるんじゃないか。え、なんで？そうなん？
そんなトルムみたいな人のためにお薬開発してくれ、開発してほしい。なんか気づけ治らん、いやそうなん、なんかぐるぐる回るんよ、なんかここ気づけ、私ニキビに気づけって名前つけてるんですけど、なんかもうここのくるくる回ってるんですよ本当に。なんかここにできて治ったと思ったら今度ここにできるんですよ。でここにできて治ったと思ったらなんかここにできるんですよ。でまたここ治ったと思ったらここにできて、で治ったと思ったらまたここにできて、もう本当に繰り返してんの。ここ片方治ったらもう次ができる。いや本当飼ってるみたいなんですよ。いやどんどん今ここ多分次ここにできる、でその次ここにできてまたここにできて、これ治らんのよ、大変やね、無限ループよ本当に。そうだからもう薬を塗るしかないらしい。そう、悩みの種はいい。あとここにさしこりみたいなできてるんですよね今。これ何なんだろう。え、あります、肌にしこりできたことあります。でもなんか調べたらなんかさ脂肪の塊って書いてあった、検索したら。ここにあるのよ。そう、私耳にもできたことある。何なんだろう、私ねピアス開けたことないんですよ。開けたことないのにね耳にそうしこりがあって、開けないピアスは。そう、あんま触らんほうがいいよね。ここにね、それも一応病院行ったほうがいい。そう、私病院に行かっていけんのか私いろいろ見てもらわんといけんとこが多いな。ピアスは開けない。そうなんよ。そう、病院はしご、それな。別に体は何も悪くないんですけどね。体は何も悪くない。そう、私なんか記憶喪失みたいになるなったんですよ。記憶喪失じゃないわ。なんか一時的に記憶がなくなる。なんか結構前に話したことあるかもしれない。3月ぐらいにさ、そう友達と。なんか夜電話してて、で切れて電話が、そう電話が切れたんですよ。だからなんか書き直しても出なかったんですよ。書き直しても出なかったからさ、あ寝たんだなって思って寝たのそのまま。したらね朝起きたらなんか15分ぐらい通話履歴があるんですよ、その友達と。 LINE のさ、 LINE って電話かかってきたら通話履歴みたいなのあるじゃないですか、何秒とか何分とかあるじゃないですか。で私が最後に電話かけて、で出なかったから私で終わってるはずなのに、朝起きたら向こうから電話が来てて、しかも15分会話してるんですよ。そう15分会話してるんよ。で友達にそこでちょっと LINE して、え昨日電話したって、そう3月ぐらいの話、昨日電話したって言ったら、え電話したじゃんみたいな。15分よ、しかも15分も会話しとるんよ、怖くない？でも私何の記憶もないの、そのまま寝たって記憶しかない。自分がかけて、そのかけた後にもうすぐ寝たって思ってるから、いや寝ぼけてたら15分も会話できんくない？普通に会話、いや酔ってない酔ってない、だってお酒飲めん時だもん、その時まだ19歳だから、3月2月ぐらいかもしれない。えめっちゃ怖いよね。
いや普通に会話してたらしい。普通に遊びに行く話してたのって。いつ遊びに行くとか、ユニバ行きたいねみたいな、普通の会話してたらしい。怖いよね。友達はだから普通に会話したって、別に寝ぼけてるとかじゃなくて普通に会話してたんだって。怖くない？私もうそれが怖くてさ、なんで？と思って。いやユニバちゃんじゃなくて大学の友達なんですけどね。いやー怖ーと思って。15分会話してるんだけど電話かけたの？って言ったら、電話かけたじゃん、15分ぐらい普通に電話したじゃんみたいな。怖いんだけど。でも初めてそんな風になったの。友達一方的な人とか、いや違うよ、本当に普通に会話しとったらしい。15分普通に会話しとったのに記憶から消えてるのって怖くない？いや脳ってすごい、それの脳のどこかがどこかからスポーンって飛んでるんよね。でなんか検索したんですよまた私。いやすぐ検索するの。なんかもうちょっと体に異変あったら、別にやばそうなことじゃなくても、それはちょっとやばそうでしょ。でもただ本当に私何でも検索しちゃうから、それも検索したのすぐググったんですよ。記憶一時的に飛ぶみたいな、一部飛ぶみたいな調べたら、なんかこのかその会話のストレスがあった、本当に嫌なこととか、その会話の中のストレスを忘れるようになってるらしいんですよ。いや なる人がいるらしいんですよ。でも私その会話全くストレスな会話じゃないんですよ。だって本当にさ、なんかめっちゃ嫌な会話とかだったらさ、本当そう、私が検索した時のなんかその出てきた結果はなんかほんストレスを抱えてて、でそれをなんか忘れたい人がなんか忘れてるみたいな出てきたけど、いやいやワイはそんな遊びに行く楽しい話しとったのにさ、ね、別にそんなストレスなことじゃない。怖いでしょ、めっちゃ怖いのよ。でも私のママに言ったの、それをママに言ったらさ、なんかママも朝起きたら勝手に料理できてる時あるよって言っててさ、あ普通なんかなと思って別に異常じゃないんかなって。そう、私のママも朝起きたらいつの間にか料理が作ってやったみたいないつの間に作ったんだろうみたいなことはよくあるらしい。でもママの場合はお酒飲んでたからなんですよ絶対。ママの場合は酔ってたからだと思う。私はだって酔ってないんだもん遺伝なんかな。でも私別に酔ってないからそう、それ知らない人が家に、いや違う、ママ43か4か5ぐらい最近見た夢は、あ高校生に戻ってた。昨日の夢高校生、いやめっちゃ謎なんですよなんか高校生に戻ってるんだけど、なんかアイドルなんですよ。高校生に戻ってるけど STU なの。私は STU に入ったのは大学に入ってからなんですけどね。でもそう、昨日の夢の中はでは STU で、なんか STU に入ったから体力がついてるんですよね。やっぱ高校生の時と比べたら STU に入ってから体力がついてるの。だからなんか夢の中でマラソンしてた。どういう願望なのかな。高校生に戻って、で高校生だけど STU に入ってて、で持久走ロード持久走ロードレースみたいなマラソン大会で絶対1位になるぞっていう夢だった。だから3位ぐらいで走ってるんですよ。でしかも同級生なの、ちゃんと走ってる子は。高校の時の同級生と一緒に走ってて、私は3番目に走ってるの。絶対1位になるぞって思いながら走ってる夢だった。そう、なんだろうね。そう、
なんでメンバーじゃないんですよ。高校の時の同級生なの。夢の中って走るの遅くない？それな、なんか足絡まるよね。そんな時起きた時疲れてない？いや疲れてはなかったな私は。夢力やねまして。夢力出した昨日。沼走ってるがなんかそうそう夢の中って走ってる時なんかめっちゃ走りにくいもんね。沼走ってるから。車のブレーキ効かない夢よ。怖。私車の免許持ってないけど車運転する夢よく見るよ。無免許運転して警察に追いかけられてる夢よく見る。なんかやばいアイドルだから捕まったらやばいみたいな夢。追われること多い。よく追いかけられてる夢の中で。だから無免許運転してて警察に追いかけられる夢はめっちゃよく見る。何なんだろうね。いやめっちゃではないな。まだ2回ぐらいしか見てないかも。警察に追いかけられてる夢 3回ぐらいかな。あと何に追われてるか。なんかこの前話したけど忘れちゃった。何だったかな。何かに追いかけられた。何だったかな忘れちゃった。空の上の話。あ、空の上にもよくいるよね夢なんか。あとなんか飛べるのに飛べない夢見てるよく。なんか武空術使える。ドラゴンボールが好きだからか分かんないんですけどなんかよく武空術使う夢見るんですよ。で私は武空術使える設定なの夢の中では。夢の中の設定ではあの武空術が使えるのに飛べないっていう夢。飛べなくなったっていう夢をよく見る、うん、夢の中面白い。いやいやもうめっちゃ焦る。こう話してたら面白いかもしれない。みんな聞いてる分にはさこう飛べないとか言ってるの面白いかもしれないけど、いや本当に飛べないのって辛いんですよね夢の中の。そう焦る系を。ああ確かに焦る気多いかも。何か焦っとるんかな私は。免許取り、あ、歯が抜ける夢もめっちゃ見る。あるよね。え、ありません？歯が抜ける夢めっちゃ焦りますよねあの夢。歯が抜ける夢本当に焦るし怖いし。でもなんかいろいろある。前歯だけ抜ける夢とか全部抜ける夢とか。あれ何なんだろうね。歯が抜ける夢ね。そもそも夢見ない。え、夢見ないのめっちゃ良くない？本当は夢見ない方がいいんでしょ。私毎日夢見てるからいいなって思うけど。一気に抜けるの。急にポロ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 って取れる夢とか、あと歯がグラグラしてる夢。前歯抜けそうっていう夢で抜けるんですけど最終的に。あとパルルさんよく出てくる夢。私あれは多分会いたいだけなんだと思うんだけど、めっちゃ出てくる夢に。なんか音楽番組、なんか事務所じゃない、なんだろう、現場に行ってパルルさんがいるっていう夢とか。なんか仕事場で会うみたいな夢をよく見る。仕事にお仕事行ってそこの撮影場所とかにいたみたいなパルルさんがとかもある。なんかいい夢も見る。
STU メンバーがね意外と出てこないんですよ私夢の中に。あんまりないな記憶に STU のメンバーが出てきた夢あったかな。マネージャーさんも出てこんな夢に。マネージャーさんも人はたまに出てくる。ファンの人出てくるなたまに夢。あ、何の夢見てたかな。出てくる出てくる。実在する人が見る。あ、そう、実在する人が出てくると思う。あ、でも実在しない人も出てくる。それはファンの人に限らず実在しない人とか夢に出てくることもある。怖いんですよね逆に実在しない人が夢に出てくるのって。丸い岩に汚れる夢、ある。私もそれ夢怖いよね。なんか丸い鉄球みたいのに追われる夢とかある。てか自分がさ自分じゃない夢ないですか。なんか自分じゃなくてさ、なんか自分から見てる立場、自分の立場じゃなくてさ知らない人の立場でさ見てる夢とかありません？そうそう、第三者目線みたいな。夢見てそれ現実に感じたことない。いつも現実に感じてる。夢見てるときは夢でよかったって思うことがよくある。歯が抜けてる夢とかマジで夢でよかったって思うよね。あの歯がボロボロボロって取れた夢とか本当にショックだからさ、歯が抜けたっていう夢だからめっちゃリアルだから起きてうわ夢でよかったってよくなる。でもなんか最近見ないんですけど高校生の時よく見てた夢が朝の準備してる夢。これ絶対あるあるだと思う。朝早い人とか会社とかなんか学校行く人とか絶対あるあるじゃないこれ。朝起きて歯磨きして着替えて全部済ました状態の夢、ありません？あるよね。めっちゃあるあるですよこれね。で、あの全部準備終わったのにさ朝起きたらさうわー今起きたっていう夢なんか 夢というかで、そういう夢を見てるのにさもう着替えたと思ってるのに起きてね、あ夢だったんだってよくある。そう、それで寝坊する。そう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 。焦るよね。体操服忘れる夢、体操服忘れる夢は見たことない。私体操服めっちゃ忘れとったわ高校生の時。体操服めっちゃ忘れてさ、でしかもでもねトロブって名字の人いないからさ借りれないくてさ先生に怒られる。よく怒られる。そう、隣のクラス借りに行くよね。そうだからしょうがなく借りるんですよ。体育は全然、体育が大好きで授業の中で一番体育が好きだったんですよ。
だから体育のために学校に行ってたぐらいのレベルで体育好きだったから、まあ、それなのに体操服忘れるなよって感じなんだけどね。そうでも体育はどうしてもしたいから誰かに借りて。そんな男子女子は体育の時は日傘ささないよ。学校行く時だけ日傘さす。すくみず、私の学校は水泳の授業なかったからね、そんなあのよかった。絶対嫌だ水泳の授業の。ないとか、なかったで、みんなあるんか。人生で一回もすくみず着たことないだから私。ね、水泳ないよね。学校プールなかった。全然すくみずワンピじゃないけどね。ポンさん、ベモンクマちゃんありがとう。くまくまくま。クネスさん、イチゴクマちゃんありがとう。くまくまくま。ユーロさん、クマちゃんありがとう。くま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 。ありがとう。出張会議見る。お、ありがとう。高校時代のプール、水球部があったから水深2メートルあった。授業できるんそれ。私泳げんから絶対無理や、その授業参加できん。トロちゃんプールや海行くんか。それがね、私あんまり好きじゃないんですよね。泳ぐの泳げないんですよ。水族館は行きたい。なんかね、何回か溺れかけたことある。溺れてはないんだけど、泳げんからさ、立ち泳ぎできない。授業なかったら泳げない。いやそうなんよ、泳げないのに船乗るの怖い。いや私だからもう船から落ちたらもう私はもうダメよ、諦め、泳げんもん。ハワイだったらさすがに海入る。いやそれはもうもちろん入りますよ、水際でね、海辺、浜辺で、ね、あ、犬かきはできる。でも確かに救命胴衣があるわ。運動神経いいイメージ。いや運動神経は自分で言うのもなんなんですけど、運動神経めっちゃいいんですよ私。てへ、いやめっちゃじゃない、普通に良かったんですよ。ただちょっと水泳はしてないからあんまりね、そうしたことないかな。で、そう、そう人並み、そうよくはない。別にめっちゃいいわけじゃない。普通、普通に、まあそんな苦労はしないかな。
走るのが早い、多分脚力があるんだと思う。私走るのが早いっていう脚力、なんか足が速かったんですよ。走るのが速くて小学生の頃から陸上選手みたいな速さじゃないですよ。陸上部じゃないからさ。そうか、なんかいや脚力があるわけじゃないの、なんか走るのが速かったのと筋肉が、剣道部だったから脚力があったのかもでもジャンプ力はないですよ。ジャンプ力全くないけど走る系とかはリレーのアンカーやったこと、いや私毎年リレー出てたし毎年アンカーだったんですよ。あの体育会、小学校から高校3年生までリレー全部アンカーだし、クラスの代表だったし。そうなんですよ、なんか足だけは速かったんですよ。なんか陸上部が少なかったから陸上部プラストロブみたいな、で陸上部がいないクラスにいたからアンカーだったの、クラスのリレーは。なんかクラスリレーとなんかチームリレーみたいのがあって、クラスリレーはなぜか陸上部の子がいなかったからアンカーで、でチームリレーは陸上部とバスケ部とトロブみたいな陸上部バスケ部トロブトロブ。ただ走り方めっちゃ変なんよね。だから陸上部に入ればよかったって思ってた、ちょっと高校生の時。そう、なんかママにさいつも「あんたマジなんか頑張りなよ」って言われてたの。いや本当にぐーたらぐーたらしてたから、基本的に寝てるか食べてるかだったから中学高校生の時は。そう、中高生の時はもう寝るか食うかみたいな感じだから、こう何も頑張ってなかったから、なんか頑張りなよって言われて、部活入れん、部活は入ってたけど、まあ、部活もそんな超頑張ってたわけでもなくて。そうだから陸上部入ろうかなって思ってたんですけど、いやーわいは陸上部は無理やって、朝から走れんって思って、朝から走れんし、てか朝起きれんし、朝練とか行けれんし、だから私が陸上部入ってたら絶対早かったのにって思ってる、ずっと。いや朝練とか絶対無理やわい。ドル部は朝練しない、私朝練したくないから朝練がない部活にとった。いや剣道部は朝練ないんですよ、私の学校はね。そんななんかめっちゃ強い学校じゃないから朝練ない。あでもなんか冬は、冬休みとかはあったよ、なんか歓迎子みたいので朝練あったよ。めっちゃ最悪、めっちゃ最悪よ朝。冬よ、だって1月のさ3日ぐらい、2日か3日ぐらいにさ歓迎子とか言ってさ朝練行って、いや無理無理無理寒い寒いってなってさ床が冷たい、そうなんや、床が冷たいんじゃ、床が冷たいんじゃ、わいは寒いの嫌なんじゃん。しかもなんか雑巾掛けするんですよ剣道部って、部活終わった後にね雑巾掛けまったら水絞らんといけんから、無理無理じゃんって無理じゃん。そう今ちょっと千鳥感を、千鳥さん感をしてみました、ワイは無理じゃんって。朝練したくないんじゃん。
冬でも裸足なのよ。冬だからこそ裸足は嫌よね。絞ってくれる人いなかった。ワイは甘やかしてくれる人は誰もおらんかったかな。じゃあ夜にじゃあもう完全に夜型人間やな私は。まあでも夜も眠くなるから結局夜型でもないよね。夜は眠いし朝は眠いし夜も眠いし朝も眠いし昼も眠いし、もうずっと眠いのね。猫なんかもしれない。寝不足でやってね、そう寝不足って言われるんですけどね、寝不足なわけないよ。永遠に寝てるもん。もう暇さえあれば寝てるから寝不足ではないよね。でもちょっと最近は確かに夜更かししとる。なんか最近はお昼に起きること、お昼というか10時ぐらいまで寝てるから、ね、夜眠くないんですよ、ね、そうだからちょっと2時かぐらい、2時ぐらいかもしれない。でも睡眠時間は8時間ぐらい取ってるから全然寝すぎかも。なんかそろそろ終わるかな。ゴールデンタイムに寝るのは難しいよね。めっちゃ寝とる。やっぱ猫なんかもしれん。私割とガチめに全然不思議キャラとかじゃなくて本当に猫と話せるんですよ。ジョー君とパールちゃんと通じ合っとるもん完全に。もうジョー君とパールちゃんが何言っとるか私分かるもんだって。全然不思議キャラとかキャラとかじゃなくてマジで通じ合ってるから、ジョー君とパールちゃんと。ジョー君とパールちゃんが言っとること分かる。が多分猫なんだと。いやマジで本気で言ってるよ。キャラとかじゃないマジ。お腹すいたとかね、ゆりちゃん元気とか言ってるいやマジだから。まあキャラだと思ってる人はもうキャラだと思ってもいいよ。でも私はキャラじゃない。ガチ。おはようって出るもんだって。朝起きたら、朝起きてパルちゃんおはようって言ったらコロンコロンって言っておはようって言ってるもん。信じてくれ。まあ、だから多分猫なんだと。じゃあそろそろ終わろうかな。本当に普通に猫と喋る。そうなのよ。なんかみんなが本当に普通に私がコッコと話すぐらいの勢いで、私もパールちゃん、私はジョー君とパールちゃんと話してる。わかります言いたいこと。いやどの猫でもわからん。パールちゃんとジョー君しかわからんけど、でパールちゃんとジョー君と普通のテンションで会話してるから、あ元気？何食べたんぐらいの勢い。パールちゃん何食べたん？うん。ジョー君これそれ美味しいん？うん、そうなん美味しいん、よかったねみたいなノリで話してるから、普通に会話してるからでコッコとかこう皆さんと握手会とかで会話してるテンションで会話してるから。久しぶりに再会した時、バルちゃんただいまって言ったら何も言ってくれんかった。おかえりぐらい。
ちの家族みんなそんな感じよ。ママも普通にジョくんと話しとる。ジョくん、よし、では壇上を読みたいと思う。キキと一緒、あ、そう、キキとジジが会話してる感じ、そういうことよ。キキとジジが会話してる感じで、私もジョー君とバラちゃんと会話してるから。で壇上読みますね。13位せいちゃん SS さん、12位ダッダッダダムドさん、11位荒屋敷さん、10位ジンさん、9位ユーロさん、8位オリコークさん、7位庄司さん、6位福さん、5位ゲレンダの貴公子さん、4位ポンさん、3位国吉さん、2位吉田健一さん、1位トレスティーさんでした。ありがとうるぶー。ではまたねー、バイチャラポー、バイチャラポー。私明日倉敷のアリオでおきちゃんと公開収録するので、よかったら来てねー。ではおやすみと、おやすみ中、バイバーイ。